呼んでるから大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだよこれ。何か来る。喋るな。あるべきせ。隠れる。すでに。いい。いいから今は言う通りにしろ。
動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。解き放つんだ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。強いぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故。たのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だな。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。
それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。あいつらはまだこっちの存在に気づいている。見つからないようしゃがみながら背後へ近づく。見つかったか。戦ってる様子しかねえ。なんとかなったな。ずいぶん不格好だけどな。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。ところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージし、焦るな。力をため切ってから撃つんだ。焦るな。チャージが終わるまで待て。一気に引き抜いてやれ。敵だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いやぞ、気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。筋がいいぞ。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。
嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。